皆さん、こんにちは、えー。リハカリ認定講師の斉藤誠です。今回はですね、統合失調症について詳しくお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えー、まずですね、今回は統合失調症の病態理解と対応法のですね、ーイーラーニング教材、こちらをですね、改めて皆さんに紹介すると,とともにですね、世界メンタルヘルスデーが10月10日にございます。それに合わせてですね、えー、皆さんに、えー まあ、お安くというかですね、えーまあ。価格改定を今後考えておりますので、えー、その前のですね、まあ、最後のキャンペーンということで、えーまあ、若干ですね、えー、割引で、えー、皆さんに、ね、提供したいなということもあってですね、改めて投稿視聴証についてですね、一緒に勉強していけたらなと思った次第でございます。えー、ではね、えーまあ、ざっとなんですが、まあ、内容について、えー、お話ししていきますと、まあ、目次としてはですね、大きく4つにしてあります。 まず、統合失調症について。まあ、そして、教材の紹介と内容のポイント。えー、教材の役立つポイント。そして、世界メンタルヘルスデーに向けてということでお話をしていきます。えー、まず、改めてね、統合失調症。一体どんな病気なのか。まあ、あの皆さんね、ある程度も、というか、国家試験を通っている皆さんですのでね、えー、ご存知のことかとは思いますが、えー、まあこの病気はですね、 まあ、幻覚や妄想、まあ、感情の変動などが、ね、特徴的ですよね、まあ。患者さんが実際の、まあ、現実とお、まあ、いわゆるそうです、ね、妄想の世界というんですかね。えー、これを、ねえー、もっと細かいことで言えばですね、まあ、自分の世界と、そしてその患者さんが見ている世界。で僕たちは、ね、その傍らにいるところからですね、その患者さんとの間で見ているのが共通している現実なんですけど、患者さんが見ている 現実というのはね、えー、我々には見えなかったりするんですよね。まあというところからですね、非常にこう、現実と妄想をですね、混同している、そんな世界に生きているんじゃないかというふうに我々には見えています。まあ、そのためね、えー、日常生活、社会生活をする上で支障をきたすことが多くなってしまう。まあ、これがね、この病気の大きな特徴です。まあ、統合失調症はですね、一般的に思春期や、まあ、若年期、 そこで発症する,発症することが、ね、多いと言われてますね、えー。長期的な治療がどうしても必要になってくる。まあ、そんな中でですね、えーまあ、薬物療法、精神療法、そして僕たちのですね作業療法、そして今ではですね理学療法士の皆さんもですね身体介入の形で関わっておりますね。我々の,そのリハビリテーションとしての関わり、これらがあるわけです。まあ、ですけどね、 どうしてもこの統合失調症についての理解ですね。これがないまま対応してしまうと、かえって患者さんの状況が悪化してしまうことだってあります。だからこそですね、今回紹介するこの教材で、病態を正しく理解することが非常に重要となっていると考えています。統合失調症がですね、この 統合失調症にですね、リハビリテーションが重要な理由の部分なんですが、統合失調症のケア自体はですね、え、作業療法士や理学療法士にとって非常に重要になってきます。え、なぜならですね、患者さんが適切な治療を受けることで、日常生活を取り戻していく。そして社会復帰。そこに向けたサポートをしていくことになるからですね。統合失調症の皆さんはですね、え、幻覚や妄想の影響で、 まあどうしてもその生活における基本的なスキル、ここが低下している場合が非常に多いです。えー、まあ例えばですけど、日常的な身の回りの世話であるとかですね、まあ、人とのコミュニケーション、社会的な役割を担うためのスキルもそうなんですが、もともと持っている、えー、まあ病気によっての弱さというものがあります。まあ、それによってですね、なかなかうまく 社会での役割を果たせない、うまくやれない、欠如しているなんて言い方もあります。ですのでね、改めてリハビリテーションを行っていくことがね、非常に大きな役割を果たしていくことになるんじゃないかと考えているわけです。統合失調症の患者さんに対してですね、適切なリハビリを提供する、これはやはりね、社会的な機能の回復につながってきますので、そのサポートをですね、僕たちは十分に行っていきたいところです。 そしてですね、3番目ですが、統合失調症を学ぶことで得られる具体的なメリットの部分ですね。この統合失調症という病気、本当にこう、もうまあ、難しいところがね、たくさんありますね。ですのでね、学ぶことそれ自体でメリットはあるんですが、リハビリテーションに活かそうとするとですね、もう一歩にほほしいところがあります。例えばですね、患者さんの行動を理解する。 そして適切に対応するというところでですね、あらかじめこう方向性を持っているかいないかというのはですね、非常に大きなポイントになります。これによってですね、患者さんの不安であるとか、混乱に陥ってしまうこと、これを最小限に抑えていくことはできますし、再発のリスク、ここを、ね、減らすことにもつながってくるわけですね。また患者さんとの信頼関係、 ここを構築するっていうのもやっぱり大事ですよね。ですのでねこう、コミュニケーションを取るにあたってのヒントというもの、これがね、盛り込まれておりますので、いわゆるこう、コミュニケーションスキルの向上につながっていくというふうに考えています。特に新人のね、OT さん、PT さんにとってですね、どうか変わっていったらいいのかわからない。実習だけではね、身につかなかった。当然のことです。 えー、まあ、現場でのね、対応力を高めたいと考えていらっしゃる方も非常に多いと思いますので、まあ、その絶好の機会としてですね、この教材を使っていただければと思います。えー、というところでですね、まあ、ざっと、まあ、第一章としてですね、統合失調症についてと、まあ、メリットのようなところですね、学ぶべきメリットというところをお話ししました。まあ、実際ですね、<laughs> 失礼、えー、実際ですね、まあ、あの、 PT さん、ある PT さんはですね、えー、まあ、いつも通りこうね、まあ、患者さんの疾患別のリハオーダーをま受け取ったそうですね。まあ、これはあの一般家で働いてるね、えー、PT さんの話なんですが、で、えー、いつもと違ってたのが、ええー、起用歴に統合失調症ってあったってことなんですね。ああ、どうしたっけと、やべえかなというふうに思ったそうです。 まあ統合失調症の起用歴があって、やっぱりね、えー、多少ビビったそうなんですね。それまで関わってきたことがなかった。ねえー、まあ知識としてはですね、妄想とか幻覚あんだよなとかですね、計画してもその通り進まないって聞くしなって、俺のやってること通用するのかなと。まあ、そういろいろ悩んでしまったみたいなんですね。ただ実際、直接にお会いしてみるとですね、まあ、結構普通の人で、表紙抜けしてしまったと。 えそんな感じだったんですが、それがね、そもそものボタンの掛け違いの最初のことだったそうなんですね。まあ、そこでね、いろいろとこう関わっているうちは、ね、そんなにこう気になるところなかったんですけど、リハ,のリハがです、ね、終盤に差し方かかったときにですね、まあ,あ、何気なくもう退院だよねと。ご家族の本当に戻る予定ですか家帰ったら何かしたいことあるんですかね 他の患者さんにも聞くようにですね、普通に聞いたそうなんですね。そしたら、その患者さん、ね、統合失調症の患者さんにはですね、スイッチが入っちゃったみたいなんですね。まあ、それからはですね、もう悪化の一途をたたってしまってですね、病気の、身体的な病気の部分はですね、改善を見ていたんですが、いわゆる精神科、そしてえ今回は統合失調症ですね、統合失調症のですね、 病気の方がですね、ちょっと悪化していってしまったわけですね。まあ、一体なぜこんなことが起きてしまったのか、結構悩んだそうです。ねまあ、最初にこのお話ししていた方がですね、良、まあ、かったような気もしますが、えー、そのくらいにですね、えー、患者さん、ね、特に統合失調症の患者さんと関わる上で、知っておきたいポイントっていうのはですね、まあ、実は24個くらいあるんですね。まあ、それをね、えー、知っているか知っていないかだけでもですね、こう 使う言葉のチョイスであるとか、関わり方ってずいぶん変わってきますのでね、えー、そこはですね、えー、ぜひね、知ってほしいところなんですね。さあ、というところでですね、まあ、第1章から、まあ、第2章にね、お話を進めていこうかと思います。まあ、第2章ではですね、えー、教材の紹介と、おまあ、内容のポイントのようなところをね、えー、少し触れておこうと思います。 まずね、この教材の中では最初に統合失調症の総論というかですね、重要なポイントのところを、ね、お話ししていきます。このセクションではですね、統合失調症の基本的な病態とか症状、そして患者さんがどう感じているのか、どんな行動をとるのかっていうところをですね、学んでいくことになります。やはり特徴としてはですね、幻覚であるとか妄想、思考の混乱などがあるわけですね。 で、えー、そこに対してですね、まあの、まず全体としてはどのように関わってくるのか、どんな影響をしているのか、まあ、そういったところをですね、えーまあ、お伝えするというのがね、最初の総論の部分になってきます。えー、初心者にもですね、なるべくわかりやすく解説し,、えー、している内容となっています。ただ内容もですね、統合出張者は結構膨大にもなってきてますんで、えー、何度でもですね、見返してもらえるようにですね、この e-learning の教材、 最初はライブでセミナーとしてやっていたんですが、やはりですね、繰り返し見れた方がいいかなということでね、この e-learning 教材の形でですね、配信するだけにしております。今後もこのセミナーはやる予定全くございませんので、こちらのね、教材で繰り返し繰り返し見ていただくことでですね、精神疾患、特にこの統合失調症に関するですね、知識が少ない方でもですね、身につけていくことができるんじゃないかなと。 というような構成になっております。えー、根本原因のところってね、えー、見つけていくことができればね、一番いいんですが、ねえー、ドクターあるいは、あまたあの、他の多職種、えー、複数の職種の皆さんですね、と協力しながらですね、えー、統合失調症の方と関わる、まあ、そのヒントがね、えー、ふんだんに盛り込まれていますのでね、まあ、ぜひ学んでいただきたい内容となっております。 そしてですね、病態の理解と対応というところなんですが、やはりですね、統合失調症の患者さん、ね、こちらの方はですね、まあ、あの特別なその特性と、ね、言われるものってあるんですね。それがね、どういったこう病気のところから起きているのかということでね、まず病,病気のことをねしっかり学ぶことによってですね、 まあ次につながってくる。ね。その方がなんでそういう行動をとってしまうのかというところがね、分かってきます。で、一応ですね、理学療法士の皆さんにはですね、特に知ってほしいというところなんですが、作業療法士がですね、統合失調症の方にどんなこう計画でもって関わっていくのかという基本の部分がですね、盛り込まれていますので、ここもですね、合わせて知っていただくことで、 その内容を共有した形でですね、協力して、身体にも精神にも関わっていくということができるんじゃないかというものになっています。やはりね、再発させないための対応っていうところ、ここ一番大事になってきますのでね、どうしても統合失調症に限らずではあるんですが、特に統合失調症は再発、再燃という言い方がいいでしょうけどね、これが非常に多いと言われてます。 え、リハビリテーションを通じてですね、え、その方が、ね、ストレスフルになった時にどのようにこう対処していくのか、解決していくのか、ね、え、患者さんがパニックにならないようにね、するためにはどうしていったらいいのか、感情的になったらどう介入するべきなのか、いろいろなことがありますのでね、そういったところをですね、なるべくこう、言語化してですね、お伝えしている内容となっております。さあ、そして三つ目なんですが、行動特性ですね。 えー、やはりねこう、行動特性とリハ、介入時の、ね、留意点というところ、えー、ここで皆さんに一番知ってもらいたいところでもあります。やはりですね、その,その方の持っている、えーまあ、行動の特性、特に統合失調症の方っていうのは特徴的な行動がたくさんあります。先ほども言ったように24個くらいあるよとこういうお話が、えー、まさにここなんですね。えーまあ、例えばというとあれですが、 ねえーまあ、患者さんがですね、まあ、なんで、こうね、常識が通じないのか、であるとか、ね、なんでそんなに自信満々で行動しようとしてくるのか、ね、かと思えば、ね、非常にこう、何、えと、ー、言うんですかね、本当にそこにあなたは存在しているのというふうにですね、不安になってしまうほど、こう、えー、存在感の薄さを見せることもあります。 それがですね、表面的に見える情緒不安定であるとか意欲の低下っていうところで、よくね、表現されてしまうんですけど、実はそうではなく、頭の中でですね、たくさんの物事を処理していて、オーバーフロー、処理しきれなくなっている状況になっているということもあります。それらを理解してですね、どのように関わっていくのか。 ね、どうしていくのが最適なのかというところですね。まあ、ぜひですね、えー、一緒に学んでいってほしいなと思っている次第でございます。ということでですね、えー、第2章はあこのくらいにしておきましてですね、えー、続いて第3章です。えー、教材のですね、まあ、役立つポイント。特にね、えーまあ、新人さん含めた、えー、OT さん、PT さん、ねえー彼、彼らにですね、 皆さんに、ね、その悩みと解決法をですね、提案できたらなと思っています。まず OT さんなんですけど、やはりね、OT さんがこう、統合失調症の方とね、向き合う際に感じる悩みというものがね、出てくるかと思います。大きな悩みとしては、やはりね、患者さんとのそのコミュニケーションの部分、その難しさだと思います。患者さんのその状態であるとか、 気分によって、全くこうね、関わり方が変わってきてしまうということはね、あるかと思いますので、どうアプローチしていいのか迷うと思うんですね。そこに対して、今回の教材の部分ではですね、先ほども言ったえ行動の特性というところ、もしかしてと、その特性にえー合わせてですね、調べていったり、あるいはこう関わりの際に思い出すことによってですね、 えー、関わるやり方というものはね、見えてくる場合もございます。えー、そのね、えー、その方の変化という部分ですかね、えー、それにどう対応するのかというところをですね、えー、まあ、常にね、こう、まあ、実は今回ね、えー、ま、特典というかですね、え、特典、教材の中にある、ま、一つの、ま、道具というもの、えー、まあ、実はカードタイプにしてですね、えー、KC とかのポケットにですね、す忍び込ませておけるようなですね、 え、カードがですね、24枚のカードの作り方なんていうものもですね、え、含まれています。え、実際にはね、それをこうね、忍ばせておいて、あれ、もしかしてと、とういう時にですね、え、もう患者さんに、もしかして今こういう状態っていうのでですね、え、見せて、そしてその方とですね、コミュニケーションを取るきっかけにするようなね、そういったサポートアイテムも準備しておりますのでね、え、そういったものを使ってですね、 まあ、ぜひですね、えー、まずは皆さんが、ねえー、OT のあなたがですね、不安であるとか、迷っているという様子を見せずにですね、えー、自信を持って関わるそのきっかけにしてほしいなと思っています。続きましてね、えー、PT さんですね、まあ。PT さんにとってね、えーまあ、大切なポイントとなってくるのが身体的なケアのところかとは思うんですが、それと同時にね、精神的なサポートの部分が今回ね、 求められてくる部分になってきます。ですけどね、やはりこう、新人さんであるとか、ね、そして、PT さん自身がですね、これまでそういった精神科で働いたことのない方もですね、今は精神科で基準ができたことでですね、働くことが多くなっていますので、どう関わっていいのかという、ね、アプローチの時に気をつけなきゃいけないことって一体何なんだろうと不安になっているかと思います。 例えばで言うとあれですけど、ね、え、統合失調症の患者さんはね、え、身体的な、え、動きにですね、え、影響が出ることもあるわけですね。え、無意識のうちにこう、え、ま、体の動きが鈍くなったりであるとかですね、ま、いわゆるこう、ま、モチベーションの低下という言い方がいいのかはあれですが、え、意欲をね、全く感じられない、え、様子であったりとかですね、ま、そういったことがね、頻繁に見られます。 こういった時にね、どう関わっていっていいのか、ということがね、えー、悩ましいところかと思いますので、これもまたね、先ほど紹介したカードタイプのものでですね、解決できるところになるかと思いますのでね、えー、合わせてね、一緒に見ていってほしいなと思います、まあ。特にね、運動機能の改善っていうところではですね、統合失調症の方は、えー、下手をするとそのままですね、横になったまま全く起きてこなくなったりとかですね、 まあそういうこともありますのでね、まあ、積極的に連れ出してですね、えー、運動なども、ね、していただきたいところでもありますんでね。えー、まあぜひですね、患者さんのまあやる気、あるいはこうね、うまく連れ出すというところでのですね、まあ、ヒントにつなげていってほしいなと思っています。さあ、えー、まあ3つ目なんですが、えー、この教材を、ね、学ぶことで、ね、えー、まあ自信を持ってもらえたらなと思っているところがあります。 やはりね、え、OT さん、PT さん、そして新人さんにとってですね、統合失調症の患者さんをね、しっかりこう、時間をかけて、ね、担当していくっていうのはですね、え、おそらく初めての経験になると思います。まあ、その分、不安も大きいですし、えー、でしょうね、こう、どう関わっていいのかと、迷いも大きくなっていることかと思います。えー、実際こうね、教科書通りにやっていたとしても、このままでいいのかしらと。 疑問がすごく膨らんでくることがと思うんですね。ですのでね、ね改めてこの教材ではですね、統合失調賞の基礎知識の部分から、ね、現場での対応の方法までをですね、なるべく広くカバーしているところがございますので、学んでいただくことでですね、次のように成長を期待しているところがあります。まず1つ目がね、 え、統合失調症に対する包括的な理解の部分ですね。やはり理解することによって、ね、その方の、ね、ど、どういうふうに病気が発症していて、どんな症状が出ていてと、とそこを理解することによって、対応に自信がついてくるかと思います。二つ目の部分ですが、スキルの向上ですね。再発予防のためのプログラムであるとかアプローチ、ね、 えー、そこのヒントになる内容がですね、えー、ふんだんに盛り込まれています、ねえー。実際にはその方とマンツーマンでですね、えー、そしてオーダーメイドの形で作り替ええー、作り込んでいく、作り変えていくということをしなければならないのでね、えーまあ、どうしてもこう,こういう方向での関わりをしていこうぜとこういうことにはなってしまいますが、それでもですね、えー、全くゼロから、ね、何かをしようというよりもですね、えー、方向性がついてきますので、 えー、その方向性をつけるためにもですね、えーまあ、必要なアイテム、ねえー、講義の内容になっております、えー。すぐですね、現場で使っていただける内容になっているかと思いますのでね、まあ、ぜひ使っていただきたいところになっております。まあ、ということでね、まあ、これらを学んでいただくことでですね、患者さんとの信頼関係を築きながら、まあ、そして適切なリハビリテーションにねつなげていってほしいなというふうに思っております。まあ、それを繰り返すことによってですね、自信が 持てるようになっていきますのでね。ぜひですね。あなた自身の成長を加速していってほしいなと思います。さあ、そして最後ですが、最後はですね、世界メンタルヘルスデーのお話です。実際今回ですね、世界メンタルヘルスデー、10月10日にあるわけですが、これ毎年ある国際記念,記念日なんですね。で、そこではですね、メンタルヘルスと、 こういう形で言ってますが、えーまあ、脳の疾患も含まれていてですね、なかなかこう目に見えない、えー、病気のせいでですね、えー、大変な思いをしている方たちのことをですね、理解しようという日になっておりますので、まあ、今回はね、統合失調症ということでね、私紹介していますが、ねえーまあ、この世界10月10日の世界メンタルヘルスでー、まあ、ここでね、 え、改めて統合失調症の理解をね、深めていくということの大切さと、そしてね、えー、まあ、それ自体がですね、メンタルヘルスに対して、ね、深い理解を得ていく絶好の機会だと思っています。まあ、特にね、えー、今回は統合失調症です。統合失調症はですね、世界中でやはり多くの人たちに影響を与えている病気です。適切な治療であるとか、リハビリテーションがその人の人生を大きく変えることができる病態です。 特にですね、僕たち OT、そして PT さん、この、ね、リハビリテーション専門職にとってですね、統合失調症を正しく理解していくということは、ですね患者さんのケアを行っていくにあたって、その質を高める第一歩になります。ですのでね、この統合失調症の患者さん、適切なリハビリによって本当に日常生活、 ね、えー、変わっていきますし、えー、社会生活を送る上でのスキルをね、取り戻していくことになります。社会復帰だってね、えー、可能性が大きく高まっていくわけですね。まあ、ですので、今このタイミングでですね、この病気をしっかり学ぶことがですね、患者さんのキャリアにとって大きな武器になって、えー、キャリアをですね、ちゃんと作っていてあげる、えー。そのためにもですね、とっても重要な武器になっていくんじゃないかなというふうに考えております。 まあそれもあってですね、今回は、統合失調症のですね、この病態理解と対応法の教材をですね、通常価格からですね、特別割引を適用した価格にしようと思っております。というか、そうします。はい。あとはですね、今後ですね、この教材がですね、他の教材に対してですね、ちょっとえ安すぎる設定にしておりました。もともと定価をですね、え、ー 13200円のですね、えー、ライブ講義として行っていたところがあるんですが、まあ、それをですね、今半額のね、6600円の状態でね、販売しております。まあ、これをですね、e-learning の適正価格である9900円に戻していく予定になっておりますので、まあ、その前にですね、えー、まあ、これまでね、買おうかどうか悩んでいた皆さんね、えー どうしようかなと思っていた方、たくさんいたかと思いますのでね。えー、まあ、せっかくですのでね、まあ、値上げの前に、えー、まあ、このキャンペーンにかこつけてですね、皆さんに手に取ってほしいなと思った次第ですで。ここまでぶっちゃけて買ってくれるのかって、まあ、それはなんとも言えませんけどね。えー、まあ、そこはそれということでですね、まあ、あの、今後、ね、えー、まあ、適正価格に戻っていってしまいますので、その前にですね、えー、まあ、最安値の状態でですね、皆さんに手に取ってほしいなと思います。 ということでですね、えーまあ、このチャンスぜひ活かしていただければ嬉しく思います。ということでね、えーまあ、今回はですね、まあ、統合失調症のについてのね理解を深めて、病態に対する対応スキルを身につける。ねえー、ここの紹介をいろいろとしてきました。OT さんや PT さんにとってのですね、えー、大切な成長のポイントになると思いますのでね、まあ、この教材を通じて、 現場で活かせる具体的な知識や技術をですね、リハカレで学んでいってほしいなと思います。ぜひですね、自信を持って患者さんと向き合えるようになっていってほしいなと思います。最後になりますが、メンタルヘルスの重要性に関するね、関心が高まっている今ですね、あなた自身のスキルを高めて、より多くの患者さんを、ね、助けられる存在になってほしいなと思います今日の。このキャンペーンをですね、ぜひ利用していただいて、 えー、ぜひ、統合失調症のリハビリテーションについてより多く学ぶ、えー、そういう機会にしてほしいと思います。皆さんの臨床における成功を心から応援しております。えー、ということで、今回の動画はね、ここまでとさせていただきます。えー、ここまでのご視聴ありがとうございました、えー。詳細なキャンペーン情報はですね、このまま画面をね、移動していただくと、キャンペーンのね、金額の変更の部分であるとかですね、申し込みの 情報とかがね、えー、テキストで書いてありますので、まあ、ぜひご覧になっていただければなと思います。ということで、えー、皆様、えー、またですね、えー、こういった動画でですね、お会いできることを楽しみにしております。えー、ご視聴ありがとうございました。